といえば尼崎、尼崎といえば夏みかん。どうも夏みかんでーす。イエーイ。いつもとなんか背景がちゃうやろ。なんと夏みかんの大大大大大好きな私たち今いるアイドル、週末ヒロイン桃色クローバー Z の桃色クローバー Z さんと島村がコラボしたクッションがここにあんねん。イエーイ、めっちゃ可愛いな。では皆さん、今日は夏みかんがまた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 大好きなフランフランさんでまた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 いろいろ買ってきちゃったので、それを紹介したいと思います。じゃーん、もうめっちゃ可愛いね。じゃあ一つ一つ紹介していきたいと思います。せーの、レッツラーみかん。まず一つ目はじゃーん、あ、こうや、もうやばない。じゃーん、一つ目、もうわかる、この可愛さ。もうこの夏みかんの大好きな今日柄にこのサングラス、しかも待って、こっちと夏みかん今日服一緒やん。ちょ待って、たまたま見て、服一緒やねんけど。サングラスないん、これ。サングラス、サングラスがあったらもうマジで完璧。普段ハンカチ持たへんねんけどさ。はい、そしたら二つ目いくで。でれれれれれれれん、じゃーん、あれ、なんか見覚えあるやろ、みんな。これなんか見覚えない？見覚え。そう、この後ろと同じやつを買ってきました。前からな、ちょっとな、もうちょっと種類増やしたいなと思っとって、このな、壁にな、もうちょっとな、いっぱいこれを同じやつをな、増やしたいなと思っとって。で、あ、もう買っちゃおうと思って、これ、もうカラフルに、いっそのことカラフルにしちゃおうと思って、見て、じゃーん、シルバー。これなんやろ、ちょ、待って。フリスランチマット。そう、これランチマットやね、ほんま。だから使い方がちゃうねんけど。この色と、金色と、銀色と、あと、ピンク。ピンク色と、はい、こちら。買っちゃってんやん、これ。金色と銀、金、待って待って待って、金色、銀色、ピンク、ピンク、緑、もう全種類買っちゃって、ちょっとここに貼り付けようと思って、ちゃおっか、今やっちゃうわ、貼り付けちゃうわ。今タグ切るやん。あ、これ商品の名前紹介したっけ、さっき。わからん、忘れたからもう一回しとこ。フリスランチマット、フリッツランチマットの緑で、夏みかんはこれ何で後ろつけてんのって、この100均とかで売ってる、あ、なんか4個入りとかで売ってるから、これをここにこう刺してんねん。これをこの間に入るから、こう入れて後ろに貼るっていう。どこに貼ろう、これ。よし、待って、これもっと全体的に見えた方がいいんかな。一回置いとこっか、これ貼るときは。同じようにやっちゃうわ。用意スタート。かわいい、かわいい。どう？見て、じゃーん。ちょっとおしゃれな。ちょっとなんか、これだけで見たらちょっとおかしいけど、まあ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 。部屋にちょっと遊びに来た人とか、多分、おしゃれやんと思うと思う。待って、あんま見えへんやん、これ。見えへんな、後ろ。これ見えへんな。なんで見えへんの？これ。なんかちょっと待って、おしゃれでかわいいのになんでやろう。見えへんやん。まあ、いっか。てれれ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 れ。またまたまた、もう夏みかんもうタオルが大好きやねん。もうめっちゃサラサラで、もうめっちゃぐっちゃ、もう気持ちいい。この生地わかるかな？ちょっとみんなにもほんまに触ってほしい。このサラサラの生地。わかる？もうこれもバスタオルやねんけど、いやー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 。もう吸収即乾き。
もう最高。これはフラフィーバスタオルやって。フラフィーバスタオル。これ最後いきたいと思います。ちょっと箱から出すわ。もう最後はもうゲロゲロゲロ可愛い。せーの、じゃーん。やばない？この可愛さ、ちょ、これわかる？この可愛さ。もうこれここに絶対飾ったらいいやん。ここにな、もう大好きな、もう大好きなヒョウ柄やし。はいはい、ってな感じでフランフランさんではこれとこれと、あ、このハンカチとこのふわふわのバスタオルと、後ろにこれ あったんやけど、さっきのこの種類のこの金色以外のこれ以外の4つを今回は買ってきました。大好き、言葉にできなくて、トゥ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 。今回はたくさん大好きなフランフランさんの商品を紹介しました。みんなもフランフランさんに行ってみてね。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。みんなからのコメントも全部見てます。楽しみに待ってるよ。みんなまたね、バイバイ。